来たか、ついに来たな。俺待ってたこの瞬間。まあ、4の悟空、すごい欲しいんだけど、やっぱ自分的にはベジータファンとしてはベジータを先にゲット。まあ、両方出すけど最初にベジータを。いや、めっちゃかっけえな。いや、でもね、リーダースキル、このさ、カテゴリー的にはさ、バーダックと組めるから悟空、ちょっと欲しいんだよね、めっちゃ。でも、やっぱり、ベジータ、このベジータの系譜ポチリス。おぉ。でもトランクスがね、大量に。いるから、いや、もう、いや、これ絶対ゲットしたいわ。この4の。いや、つか、デザインがな、超かっけえ、後ろ。やばくない？後ろ。来たか、ついに。よし、じゃあ、まずは、ベジータから狙って、その次、悟空に行こうかな。まずはね。いや、でも、どっちも絶対ゲットしたいかな。あと、狙いとしてはね、こっちのベジータの方では、あ、これももちろん欲しいんだけどさ、このブルー、いや、かっけえ。これ欲しいんだよな。己の強さの追求。いいね。ここのタイトル最高じゃねえか。で、この17号とターレスとかもいるから、あと全開放にね、あとね、2体必要だから、この4のベジータもちょっと狙いかな。2体来てくれたらすげえ嬉しいかなということで、最初にこのベジータの、ほ、やべ、めっちゃ緊張してきた。来るかな。まあ、ブロリーの時にもう苦戦してるから、もうなんかもう余裕だよね。あの時の苦戦を考えたら、まあ、今回も15万いくかもな。いや、さ、15万以内で余裕で出るか。ベジータね。よし、最初の10年。さて、来るかな。いや、めっちゃ楽しみ。頼むぞ。もう一発目で出てもいいよね。最初の10連目で来てももう全然 OK なんだけど。頼むぞ。来るかな来るかな。いや、めっちゃドキドキする。ザン、チチ。トランクス。ああ、ドキドキする。やっぱガチャってドキドキするね。ドドリア。どうどうや、結構腕振ってんねん、これ。よし。で、さて、おっしょっしょっしょ。しょっぱなからね、欲しいのがね、狙いのが来るという。よっしゃ己の強さの追求。やったぜ。これ調子いいんじゃないか、これ。そして、美女からの、美女からの、まあ美女が来たけど、俺ブルースキンフォルムの方が好きだからな、ブルースキンフォルム。ぷよっとしてるし。ぷよっとしてるし、マジで。ちょっと待って。え、これ、赤き先行、スーパーサイジン4、ベジータベータ、M ジャーゲン王子、チビマッチの推しだよ、これ、完璧なる。ちょっと待って、ガタイ。え、ま、え？しょっぱな？やったぜ、ショッパー来たよ、4。いや、つか、しかもさ、ボージャックと、この、いや、めっちゃかけちまった、待って。すげえかっけえじゃん。やべ、足りねえな、やっぱ足りねえと思ったもんな。ちょっと貯めてかんと、ダメだと。うわ、めっちゃ欲しかったんだよね、これ。超かっこいい。やった、ショッパーからすげえ調子。まさか4来るなんて、ショッパーから。よし、あと2回で、10連無料。でも結構さ、前のブローリーの時もそうだったけど、無料分熱いよね。無料分で結構いいの来たからな。いや、しょっぱなから4かよ。びっくりしたわ。絶対出ねえ。4は、もうかなり苦戦すると思ってたんだけど、なんか、今回すんなり、やっぱブローリーで苦戦した分、今回、勝てるかな、もしかしたら。やったぜ。あと1体、あと1体来たら全開放なんだ、あれ。よし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 、頼むぞ。あと1体、あと1体。おう！クロスパッツや、最高じゃねえか。やっぱさ、ちょっと待ってくれ。もう大勝利。おぉ！セリパ素形部！このセリパ姉さんの素形部、これさ、LR いかんの？これ LR。お前、これ LR だろ。余裕で。いや、もうさ、これ、勇ましき戦士、セリパ。いや、ほんとかわいいな、セリパ。やべえわ。もうセリパやばくない？ちょっと一緒にジムでトレーニングしたいって。セリパやったぜ。これで12体目かな、確か。12体目。俺100体目指してんだよね。確か12、10、いや、13、12だったはず。よし、セリパも来たし。もう大勝利だな。もうセリパ来た時点で大勝利だから。まあ、これも、4、あと1体来ねえかな。全開放なんだよ。しょっぱなから来たからな、しょっぱなから。ベジータ。もうベジータに目がいってしまうんだ。ベジータ。かけな、ベジータ。よし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 。やった、セリパ来たー。超かわいい。超かわいい。いや、これ LR 行こうぜ、これ。やばくね。いや、もうこれもうずっと見てられる。
俺これ冗談抜きで、冗談抜きで1日見たらいいかね、このうわー、さすがだわ、もうさすがセリパ、今度イラスト描こうかな、すげえなんかもう自分好みのポーズで今度自分好みのポーズで描こうかな、セリパちょめっちゃ可愛い。そしてよし行こうか、うん、もうそろね、4のもう一体来てくれたらもうちょっと、つうかもう4来たらもう勝ちなんだよね、ほんと。あと1体全開放だから。そしたら1回悟空に行こうかな。もう全開放、いやでもどうしようかな。でも悟空の方がね、あのバーダックと組めるからさ、孫悟空の系譜でさ。だから、悟空の方が欲しいっちゃ欲しいんだよね。チーム組みたいのがすごくあって。いやでもね、キャラ的にはベジータがやっぱ、ベジータゲットしないとダメじゃん、ベジータ。ベジータ欲しいなぁ。来るかなぁ。これで来てくんねえかなぁ。ダブルでね、4ダブル、4ダブル、ジース、4ダブル、残、いや、今回はもう15万いくか、15万、やべえな。いや、別にいいけど、でもブロリーいたらもっと燃えたんだけどね、今回ブロリーいないからさ、ちょっと、おかっけえな、最終形でクーラー。ブロリーいないからちょっとね、テンションは前ほど上がってないんだよね。ブロリーがいたらな、もう絶叫もんだったんだけど、やっぱブロリーいないとね、筋肉が目覚めないんだよね。うん、同じガタイ系としてさ、筋肉が筋肉を目覚めさせるからさ、あんまりちょっと、今回ブロリーいたらなー、つうか4周年ブロリーいないとダメっしょ。まあ、GT 祭りっていうのはすげえ嬉しいけどね。俺も GT ファンだからさ、GT 一番好きだから、もう GT 超好きだからさ、だからもう、うん、すげえ嬉しいんだけど、フリーザ来たな、フリーザ、ローガフーフーケン。ブロリーがな、いないとやっぱな、ダメだな、俺はブロリーいないとダメなんだよね、愛するブロリーがさ、タオレス来たな、おし。パーリス、そしてギニューで、で、ギニューかそしてフォーカー、あと一体怖い、前回放したやな。あのね、ベジータ結構使って、ゲットした時からずっと使ってんだよね、ご飯ということで。やべえなベジ、あ、今回ベジータ編、いやでも悟空も引きたいんだよな、ベジータ編で終わろうかな、ベジータ編で。でも悟空も引きたいので、もう分けようかな。でも悟空も一回ぐらい引きたいよね。とりあえず出してさ、ベジータ。よしよしよし、ベジータ頼むね。あの、今回のベジータと前回のベジータ、ダブルで来てほしい。よし、マジで。よっとさ、己の強さの追求。かっこいいなぁ。もうベジータ、ほんとベジータなりたいね。俺、ブロリーいなかったらベジータ目指してたな、チビだったら。もう最高だわ。そしてベビーね、 GT といえばベビー。よし、そしていやー来るかな、4頼む、4、あと1体なんだ、全開放したい。そして今回のね、今回の4と今回の4ダブルでゲットできた、すげえ熱いんだけどな。あー、そっせーな、ジャコ、お、セル、かっけー、パーフェクトセル、これ初かな、これ初だわ、あの世の暴君、セル、パーフェクトセル、カッコ天使、カッコ閉じ。超かっけえな。この、めちゃめちゃかっけえじゃん、デザイン。さ、やば。超かっけえ。わお。これ絵描きてえな。なんかエフェクト部分もいいね。すげえ。よし、行きましょうか。さて。モンストロ、つうか、ベジータ、やった。ブルーベジータ2体だ。あと、3体ゲットしたいな。いや、待って、1、2、3、あ、うん。でも、そう簡単にはうまくいかんよね。もうブロリーで分かってるから、ブロリーで。まあ、15万から20万は見てるんだよね、ちゃんと。あ、でもあれ5体目指したからな。今回どうしよう、5体目指そうかな。でも、ベジータの方は目指しておきたいな。一応4周年だしさ、記念だし、ベジータ全開放目指そうかな。でも、そうやるとさ、悟空も全開放目指したくなるんだよ。あ、今回のね。あの、前のじゃなくて、前の4じゃなくて、バーだっけ。もうこれ全開放3体くらいできる勢いだからね、これ仮面のサイヤ人。まあ、全部コレクションにしとくけど、コレクション。そして、来るかな、やっぱ来ねえな、なかなか。ガタイマッチョ。そして、クリリンからの、ムキンクスだ。すげえ。膨れ上がるパワー。すげえ。まあ、ブロリーほどとはいかないけどさ、まあ、なかなかのマッスルだよね。俺ぐらいがちょうど。すげえな。スーパートランクス。さすが。ベジータの息子。やっぱでもブロリーやっぱいないとな、燃えねえんだよな。やっぱブロリー欲しいよね、ブロリーね、ブロリーがいないとな、ほんともう4周年な、ブロリー。
俺すごい期待してたんだけどね。なんか、すげえ、ブロリー行くんじゃないかな、みたいな。まあ、GT 祭りっていうのはね、もう見てて、ネットで見てて分かってたんだけど、いや、もしかしたらさ、もうブロリーの映画もあったし、ブロリー来るんじゃないかなと、もう全く来る気配なかったよね。ダメだろ、ブロリーいないとダメだろ、新ブロリー。新ブロリー超見たかったなぁ、筋肉。ブロリー、やっぱ筋肉がいないと燃えないんだよね、筋肉がね。バーニング、バーニング。すげえ、魔人ブ、魔人ブ筋肉。しかしやっぱ筋肉といえば、ガタイシンといえばさ、俺らのブロリーにはな、俺らの憧れ、兄貴、筋肉だるまの兄貴、よっしゃ、ベジータ。ベジータが来たらね、もう全然勝ちですから。やべえな、あと271。やべえ、一体、まあ、とりあえず、出ても出なくてもとりあえずこれで終わろうかな。悟空は次回にしようかな。やっぱ、本当はね、どっちも引こうと思ったんだけど、やっぱそう簡単には来ねえな。いや、分かってたよ。分かってた。もうこれ分かってるから。分かってる、分かってる。もう前回本目指すのであれば15万ぐらいはね、突破するということはもう分かってるから、もう全然怖くないという。まあ、やっぱさ、心の準備しておくのとさ、してないとでは全然違うじゃん。もう今回できてるから、前回のブロリーで。全然余裕だという。いや、ベジータマジかっけえ。もう、ベジータ、お、マイさん、マイさん。マイさん可愛いなぁ。つか髪型好きなんだよね。俺、この、こういう髪型いいよね、女の。超可愛い。しかもこのポーズずるいだろ、これ。戦場に咲く花。マイ。いや、すげえな。マジ可愛いね。あ、でもダメ。俺、セリパ一筋だからね。俺、セリパ一筋だから、もう。セリパ。あ、ごめん、セリパ。ごめん、セリパ。忘れてた。お前忘れてた。お前の存在を。すまん。マイさん、目の、お、やっとぜ。よっしゃ。ついにゲット。これ、初なんだよね、俺。初ゲット。よっしゃ。しかし、フォーのベジータ来てくんねえとなぁ。ちょっと、お、トランクス。いや、かっ、ちょ、待って、これずるい。これはずるい。めっちゃかっけえ。これ絶対描こう。イラスト。めっちゃかっこいい。試練の時。トランクスもいいよね。なるならさ、イケメンでさ、頭良くてさ、ねえ、もう社長、もう、つうかさ、頭良くてイケメンってずるくねえ、マジ。どっちかにしてくんないかな、マジ。お、ベジータベビー。すげえ、ベジータベビー。やば。ガタ結構いいんだよな。リベンジデスボール。名前もかっこいいよね。スーパーベビー2。復讐のジョージ。すげえな。今、聖樹って言いそうになった。復讐のジョージ。スーパーベビー2。よしよし。いや、なんかいい感じで来てんな。このブラックのスーツいいよね。この黒スーツ売ってないかな、どっかに。もじもじくん衣装で売ったら、でも、もじもじくんとは違うんだよな。うん。これ着たいんだよな。これ着たいんだよな。よし。とりあえず LR 来たな。これついにゲット。これ持ってなかったの、これずっと。やったー。ついに育てられるな。よし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 。でも、4。何これ、最初に4来たっきり。最初初っ端来て、運使い果たしたゲームかな、これ。あ、サタンプーか。よしよしよし。ちょっと待ってよ。まあでもね、うん。次回かなー。いやでも今回出したいな。できれば今回1体を出しておきたいよね。で、次回悟空に行って、悟空もゲットして。おう、ジジイマッチョ。いやー、いいね。将来こうなりたいね。タンクトップの似合う、ハゲ。いいね。かっこいいね。年取るの楽しみだよね。よし。で、フォーの、悟空、お、リールド。すっげえ硬いしてんな、リールド。これはでけえ。もうこれ、でかいね。これでかいわ。この硬いはやっぱでけえな。かっけえ。肩。おい、スイカつけてんな。ダブルスイカつけてんじゃねえか。おい、ダブルスイカ、肩に。でも、やっぱブロリーには勝てねえな。やっぱブロリーがナンバーワンだからな。いや、今回ブロリーとはまあ言っても始まんないからさ、もうやめるけど。よっしゃー、よっしゃー、よっしゃー、オッケー、きたー、よっしゃ。不屈の覚醒スーパーサイジン4ベジータベータ MG ハゲ王子、おざっす、おざっす、やったー。後ろマジかっけえな、背景。バック超かっけえんだけど。なんだこれ。やば。よっしゃ、来たか。あとこれでもう一体さ、来てくれたすっげえ熱いんでね、もう一体の、4。前回の4のベジータが来てくれたら、前回4なんだよな。前回4したい、あれ。あと一体だし、あと一体。よし、とりあえず、ベジータゲットできたので、悟空に行こうかな。悟空。まあ、解放の方は、まあ、次回目指すということで、今回は、うん。ベジータとね、悟空をダブルでゲットするっていうものがコンセプト。いや、まあ、コンセプトというかね、目標という、うん。ダブルゲットというね、その夢を叶えるという。いいね。あと悟空だから。まあ、
悟空は今回ゲットできなくてもベジータゲットできてるからまあまあいいんじゃないかなっていう、うん、いやよかった来たな、バイバイみんな。いや悟空イケメンだよ、悟空もかっこいいんだよな、イケメンだよな。まあサイヤ人みんなかっこいいよな、サイヤ人、いやいいよな、サイヤ人ってだけでイケメンだよな、羨ましいよな、ガタイ欲しいわマジで、ブロリーのサイヤ人のガタイ欲しいよな。そして何が来るか、まあ SSR は絶対1体ぐらい来るから何が来るかなっていう、何が来るかなっていう、まさかこの、いや もう絶対来ると思うんだけど、バイバイみんなだしね。チチか、いやチチもか、え、でもどいやチチとマエさん言われても、まあ、どっちもだな、両方だな。女の子はみんな花だからね、女の子はねみんな花だからさ、もうみんな美女いんだよ女の子はね、もうだからもう両方だね、マエさんとチチどっちか選べとかないから、そんなものは。いやでも俺はセリ危ない、まただ、もう忘れるなって、俺にはセリパがいるんだからな。いやセリパにさなんか命令されたいよねなんかもう命令されたい、セリパにもう足で頭踏まれて命令されたい、おいこれなんてお前図体だけでかくてお前何の役にも立たねえな、すいませんすいません。いやいいねセリパ、もうセリパもさ、おーおーおーおおガタイきたな、ジロブをでけえでけえ、ジロブもでけえんだよな、いい形してるよな、これ、これマジ怠慢強いぞ、これは。これ、でけえ。16個すげえでけえよな。そして、クリリンからの。いや、4の極、来ねえかな。あ、クロスパッツ入ったぞ。パワーが入った、パワーが入った。やっぱ俺、クロスパッツを見るとね、もうパワーが出るタイプだからさ、女の子のクロスパッツやめるとすごくパワーが出るから、これはもう入ったんじゃないかなということで、うお、イケメン。ほんとかっこいい、何回見てもかっこいいよね。俺もうこれ覚醒させないでこのままで撮って あるもん、一体。もうこれがかっこよくて。まあ、覚醒しても見れるんだけどさ、デザインは。でも覚醒させない方がさ、かっこよくない？これ。覚醒させるとね、こうなるから、絶対覚醒前の方がかっこいいよね。いや、まあこれもさ、なかなか、まあでも絶対こっちの方がいいって。絶対こっちの方がいいよね。いや、めっちゃかっけえな、これ、ほんと。見れば見るほど鳥肌。超かっけえ。よしよし、それでは。行きますかな。もうすぐ最後だよね。あと1回行って。いやー、やっぱ4は今回、まあベジータゲットできたし、LR もゲットできてるから、まあ、いい感じだと思う。最初にしてはね。最初のガチャにしてはいい感じじゃないかな。いやー、でも、うん、悟空できればゲットしたいね。悟空ね。16。リクーム。リクームもでかいよね。足太いなー。ドラム。お、フリーザ。フリーザゲット。よし、よみがえる帝王、スラッグ、若返ったパワーで悟空。いや来ねえか、やっぱこうそう簡単やっぱな、来ねえやな。いやでもベジータゲットできてるし、あで、あのベジータの方ね、あと1体ゲットしなきゃいけないから次回ゲットする、あの4のね、あの前の4ゲットして、よし、あと20連、とりあえず今回はこれで終わります。あと20連で終わります。無料分引いて次の10連で終了。うん、まあ最初のガチャにしてはいい感じかな。あとは育てつつ、あの全開放用のねメンツをゲットしていくという。全開放ベジータを目指したいんだよね。ベジータ目指したいなと思ってる、全開放ね。まあ悟空も目指すかもしれないけど、でもとりあえず優先はベジータの方がやっぱキャラ的にはね好きな。いやー、ほんとブロリーいたらなー、今回はもう一直線ブロリーできたんだけど、ブロリーいないからね、ちょっと本当に。うん、俺正直泣きそうだったもんね。あ、ブロリーいないんかみたいな。いや、たかがゲームでって思うじゃん。楽しみなんだよ、人生の。人生の楽しみだからさ、ちょっともう来るんだよね、心に。うわぁ、いねえなみたいな。よし、次でラストかな。で、これで最後の一撃。よし、ということで、今回のガチャ結果はこんな感じになり、まだ終わってないけどね。まだ終わってないけど、こんな感じになりましたと。うん、最後。まあ、これで来てくれたらすごく嬉しいんだけど、まあ、多分来ないと思うから次回ね、悟空次回一体ゲットして、その後はベジータ、全開放目指すという形で行きたいなとは思っている。ベジータ行きたいもんな、やっぱり。じゃあどうしようかな。え、どう思うこれみんな。これ、ベジータ行った方がいいよね、絶対ね。記念だし、4周年。4も行く ?4 も。あ、4も使う。4の悟空も。どっちも4だしな。どっちも4だからな。悟空も行ったろうかな。悟空も、ダブル全開放してもいいんだけどさ。すげえ長くなるかな、動画。前回みたいに。見てる方もだるいでしょ、あれ。あ、待ってよ、動画撮らないで、ツイッターとかで、結果だけ報告しようか。お、来た。身勝手、やべえな、兆しじゃん。超かっ
け。俺バカだからさ、これ前回さ2体ゲットしたんだけど、これ出たばっかりの時1体ね、技レベル上げるのに使っちゃったんだよね。テレビ見ながらポチポチやってて、あやばい使っちゃったみたいな。まあでもまあしょうがないという、うん、これだから合計3体目なんだけど、よし。ということで今回のガチャ結果はとりあえずベジータゲット交流することができましたということで、また次回ね、次はこの悟空を狙いつつね、この悟空も欲しいからね、かっけえな、この悟空を狙いつつ、うん、あとはあとどうしようかな、あと次元もあと1体全開放で、こっちまだ1体しかゲットできてないから4体必要なんだよね、4体。まあでもとりあえず優先的に新しい今回初来た4の悟空を狙っていこうかな、こっちの悟空を狙っていく。よし、それではまた次回次のガチャ動画でお会いしましょう。次は全開放ね、こっち狙い、いやー、かっこいいな、やっぱ4な。これ狙うしかねえな。すげえかっけえ。スーパーサイジ4ベジータ LR までドッカン覚醒いけるからね。これはもうゲットするしかないよね。